ケストン・ウィーヒン、夏尾日浦は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、バレンシア出身のプロ野球選手。MLB のミルウォーキーブルワーズ所属。ウトウミギウチ。カリフォルニア大学アーバインコ時代の2016年には、第40回日米大学野球選手権大会に、アメリカ合衆国代表として参加した。この年には、右肘いちの手術を受けている。 大学時代の通算打率は375を記録している。2017年の MLB ドラフト一巡目でミルウォーキーブルワーズから指名されプロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグブルワーズでプロデビュー。A 級ウィスコンシンティンバーラトラーズでもプレイし、2球団合計で42試合に出場して打率。305.4本塁打、33打点。 当類の成績を残した2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは32位、ブルワーズの組織内では1位にランクインした。シーズンでは開幕を A 級カロライナマドキャッツで迎え、6月には A 級ビロクシシャッカーズへ昇格した。また、7月にはオールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。 2019年の開幕は、参加のトリプル A 級サンアントニオミッションズで迎えた。5月14日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、同日のフィラデルフィアフィリーズ戦にて、7番、二塁手で、先発出場して、メジャーデビュー。メジャー初アンダーを含む3打数にアンダー1死球と、活躍した。その後も活躍を見せたが、登録枠の関係で6月3日に、 マイナー降格。同28日に最小格すると7月は打率。355.6本塁打、オプス1.127の高成績で、ルーキー・オブ・ザ・マンスや週刊 MVP に選出された。7月28日のシカゴ・カブス戦では、サヨナラ本塁打を放っている。故障者リスト入りすることがあっても、最後まで好調を維持し続け、打率。 303.19本類が49打点、オプス938の成績を残した。ポストシーズンのワイルドカードゲームでは2類打を打った。2020年は開幕を MLB で迎えた。2021年からは一類手としてプレーする。日系3世で、父親は日系、母親は中国系である。なお、ミドルネームの夏尾は8月生まれによる、 日本語の夏が由来としている。ありがとうございます。